皆さんこんにちは、コットンラフィアです。今回はこちらの透かし編み女優帽の編み方を動画解説したいと思います。一見難しそうに見えるんですが、実はこの帽子細編みと長編みだけで簡単に編めてしまうんです。皆さんもぜひ編んでみてください。コットンラフィアの糸ですが、吸湿性と通気性に非常に優れています。そして軽くて肌触りがいい素材です。ですので帽子に非常に適した糸です。チクチクしないので、小さなお子様でも嫌がらずにかぶっていただけるかと思います。コットンラフィアの販売サイトで透かし編み女優帽のキットご用意しております。メインカラー2玉とサブカラー1玉、あと編み図がついております。かぎ針、5号針、あとメジャーがあると便利です。 YouTube チャンネルでは今後もコットンラフィアを使った素敵な作品の動画解説をしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。実際に編む前に被る方の頭のサイズを測りましょう。まずは頭位、そして頭頂部から耳上1センチまでの長さです。頭位に関してはトップの直径を割り出すのに必要です。頭位割る 3.14 引く3センチしてください。キッズの場合は 1.5 から2センチです。そして頭頂部から耳上1センチまでの長さは輪の中心からクラウンまでの長さと同じになります。なのでこの2つの長さ、頭位と頭頂部から耳上1センチのこの2つの長さは編む前にメモしておいてください。今回の動画ですが、トップとクラウン、ブリムと飾り紐の2つのパートに分けて解説したいと思います。トップの編み方のポイントですが、大きく2つあります。1つ目は1段ごとに6目ずつ目を増やしてください。そして2つ目のポイントですが、段ごとの引き抜き編み、立ち上がりの鎖はしないでください。それを行ってしまうとまるで手術痕のような線が縦に入ってしまいます。なるべく帽子は綺麗な見た目で仕上げたいので、引き抜き編み、立ち上がりの鎖はしないでください。まず輪の作り目をしていただいて、中指に2本くるりと巻きつけます。でこちらですね、2回引き抜くと輪の作り目ができました。指から外していただいて、はい、輪の作り目ですね。ここに細編みを6目編みつけます。1段目細編みが6回です。2、3、4、5、6、この端糸をキュキュキュと縛って、余ったこの糸でまず輪を引き締めます。はい、で端糸もう一度引っ張ることで、輪が閉じました。輪の作り目の時に出てきたこちらの端糸ですね、これを編み込みながら編んでいきましょう。編み込むことでまずほつれにくくなります。で、今からご紹介する編み込み方は糸が表に響かないですごく綺麗に隠れてくれるやり方なので、補強のためと見た目の美しさのためにもちょっとこれからのやり方をぜひ一緒にやってみましょう。はい、で編み込み方です。針に1本かかっている状態の時にこちらの端糸は針の真後ろに持ってきます。かぎ針、端糸、手元の糸ですね、この順番は必ず守ってください。はい、引き抜き編みをしない、立ち上がりもしない、そのまま1つの目に対して2目ずつ編みつけて合計12目にしましょう。まず
針に入れていただいて細編みを続けるんですが、まずこの段階でストップ。針に2本になったらこちらの端糸を左に持ってきます。かぎ針、端糸、手元の糸ですね、この順番で抜きます。針に1本になったら今度端糸をかぎ針の真後ろに持っていきます。はい、でもう1目編みます。かぎ針に2本になったら端糸を左抜きます。かぎ針に1本になったら端糸を右に持っていって次の目に細編みを2目ですね。はい、この状態で針に2本なので端糸を左、かぎ針、端糸、手元の糸ですね、抜いてきてかぎ針に1本かかっているので端糸を右に、かぎ針に2本だと端糸を左、この要領で端糸を編み込みながら2段目は12目編んでください。12目になりました。こちらの端糸ですね、もう一周ぐるりと編んでいるのでこの時点で切っていただいて構いません。はい、どうでしょうか。表にも裏にも響かず綺麗に隠れてくれています。そして一周回ってきましたのでここでマーカーでマークをつけておきましょう。はい、このマーカーを5段ごとに付け替えることで、マーカーから、まあ、目数を数えやすくなるので、まず最初2段目が終わったところでまずつけておきまして、次からは5段ごとに付け替えていくといいかと思います。はい、でこのまま3段目に入ります。3段目は細編みを1つ、細編み2つ、細編み1個、細編み2個、要は 1-2-1-2 のリズムで1周編んでください。1 2 1 2 2。はい、3段目が終わりました。次から4段目に入ります。4段目は1、1、2のリズムで編んでください。1 1 2。はい、4段目編みました。次5段目は1 1 1 2 1 1 1 2のリズムで1を3回増し目を繰り返してください。1 1 1 2 1 1 1 2。5段目が編めました。5段目がこの位置で終わってますので5段目が終わった位置にマーカーを付け直します。6段目は 1-1-1-1-2 のリズムで編み進めていただきます。ただここで一つちょっとポイントがありまして、わざとちょっとそのリズムを崩していただきます。なぜかと言いますと今ここ六角形のように少し角が出ているのがお分かりかと思うんですが、なぜかというと増し目をしている位置がずっと
重なっているため角がその部分出てしまうんですね。なので、あえて一周増し目の位置をずらすというのを入れていただきます。なのでちょうどこの、マーカーを付け替えたタイミング、まあ、5段ごとでも構いませんので、一周リズムをわざと崩しましょう。で、どうやって崩すのかと言いますと、角と角の間に次の増し目が来るようにあえて増し目の位置をずらすんですね。なので例えばここで言いますと、ここに増し目が来るのではなくって、この位置に増し目を持ってくるようにしましょう。そうすると細編みを1個編んだら増し目で、6段目のリズムは細編みが4つなので、1,2,3,4 細編みを4つ編んで増し目、細編みを 1,2,3,4 つ編んで増し目というふうにぐるりと一周やっていただくことで、角が少し取れて少し丸に軌道修正されます。それでは実際に編んでみましょう。細編みを1つ最初に編みまして、増し目をします。最初だけ少しリズムを崩すんですね。あとは6段目のリズムで1を4回細編みを4回やっていただいて、増し目、あとは1を1111に1111にという感じで細編みを4回1111112というふうに細編み4回増し目1回というのをぐるりと編んでいただきます。はい、これで6段目が一周ぐるりと終わりました。どうでしょう、角が出ていたのが少し丸く軌道修正されているかと思います。どうでしょうか。最初に測った、トップの直径の長さになるまで皆さん、この要領で円の大きさをどんどん増やしていってください。1段ごとに6目ずつ目を増やしていきます。はい、トップ17段目まで編めました。今回私は56センチの遠いで編んでおりますので、56÷3.14 引く3センチをしたらだいたい15センチ弱ぐらいのサイズになっているとちょうどいいと思います。測ってみるとだいたい、そうですね、14.5 ぐらいなので17段でちょうどいいかと思います。これは皆さんお一人お一人どうしてもゲージが違いますし、かぶられる方の頭のサイズも違います。それぞれの方に合わせてトップのサイズを測っていただいて、もうお好みの大きさになるまでまず編みましょう。クラウンのポイントですが、こちらの模様編みですね、3段模様編みが入ります。この模様編み3目で1つの模様になっています。なので3の倍数にこのトップを編み終わった時の最終段ですね、3の倍数になっていることが一つの重要なポイントとなります。それぞれの頭の大きさに合わせてトップの直径を編み進めた場合、どうしても3で割り切れない目数で、一周終わってしまった場合ですね、例えば最初の模様までの間に4段ございますので、その4段の間で3の倍数の目数になるように、1目増やす、例えば2目減らすなどちょっと調整をしていただければと思います。それがクラウンのポイントです。クラウンは基本増減がなし、そのままトップで編んだこの目数そのまま編んでいきます。トップの
部分とクラウンの部分の境目にマーカーを付け替えましょう。ここまでがトップ、次からがクラウンというふうな目印になりますので付け替えておくといいかと思います。それでクラウン最初の4段は模様編みなしなので、そのまま前段1目に対して1ずつ細編みを編んでいきましょう。先ほどお伝えしたように、トップの最終段が3の倍数になっていない方は、その4段の間で少し目を増やす減らすご調整いただいて、最終的に4段編み進める中で、3の倍数の目数になるように調整してください。はい、クラウンを4段編みました。トップから少しこうクラウンの部分のですね、下に下がってきた感じになっているかと思います。それで次から模様編みに入るんですが、模様編みに入る前にはやはりどうしても引き抜き編みをした方が模様が綺麗に出るので、次4段編んだら模様編みの最初ですね、引き抜き編みをして一度段の高さを揃えておきましょう。そのまま鎖を3目します。1、2、3、はい。で長編み2目と1目の交差ですので、このまま長編みを隣の目にします。最初の鎖3目が長編み1目と同じ意味です。はい。で続いてまた長編みなんですが、交差なので最初の鎖の1個前の方に針を入れていただいて、1個手前に編みつける形で、はい、長編みを編みます。これで長編み2目と1目の交差ができました。この要領で1周ぐるりと編みます。もう一度1つ飛ばして、その隣に長編みを1つ、その隣に長編みをもう1個、はい。で長編みを飛ばしたこちらの目に入れていきます。はい、これで模様が2つできました。続けていきます。1つ飛ばして、隣に長編みを1つ、隣にもう1つ、はい。で長編みを飛ばしたその目に戻って1つ、はい、模様が3つ。これを1周ぐるりと続けてください。1つ飛ばして、長編みを1つ飛ばして、長編みを2つ、飛ばした目に戻って長編みを1つ。これで1周しました。最後最初の鎖の3目目に引き抜いてください。はい、これでクラウンの5段目ができました。この要領でクラウン編み進めてください。増減なしの細編みを3段、その後に透かし編みの模様編みを1段、それを2回繰り返します。はい、クラウン13段目まで編めました。こういう形で透かし編みの模様が3段入っています。それで輪の中心からこちらのクラウンまでの長さですね、今回17センチにしたいので測ってみますと、もうすぐで16かなっていう 15.5 ぐらいですね。だからあと 3,4 段は編まなきゃいけないですね。皆さんそれぞれ最初に測っていただいた B ですね、
頭の頭頂部から耳上1センチまでの長さに合わせて、こちらの長さを、クラウンの長さをもう少し編み進めましょう。16段目まで編めました、はい、では早速測ってみましょう。17センチですね。ちょうど17センチになりました。皆さんもご自分の頭の大きさに合わせてダンス、クラウンのダンスに関しては調整してください。ブリムと飾り紐の作り方はその2の動画をご覧ください。